北京オリンピックカーリングでロコ・ソラーレが銀メダルを獲得したことを受けて、マリリンの愛称で知られる元橋マリ・ロコ・ソラーレ代表理事がコメントを発表しました。銀メダルという結果でしたが、課題もあったと思います。成績として前回の上を行けたのは、選手の努力、スタッフの努力、チームを支える人たち、皆の努力と願いが形に残ったのだと思います。 コロナ禍のオリンピックで予想のつかないストレスがあった中で、全選手スタッフがコロナにかからずここまで来られたことにホッとしています。選手一人一人が強さと弱さに向き合ってきたこの4年でしたが、成熟度が増して世界で戦えるチームになったと感じています。また、J.D. リンドコーチのレベルの高い作戦を選手たちがよく理解して、コリストーンを読めていたのは。 長く積み上げてきた関係があったからこそできる意思疎通を感じました対戦相手もかなりレベルが上がっているのを感じました他国の組織力にも注目して見ていましたが特に組織力が高いチームがベスト4に入っていたと思います各国の成長が見られたオリンピックだったと思います 勝ったり負けたり笑ったり泣いたりする日本代表ロコソラーレを最後まで応援していただきありがとうございました応援していただいた方も疲れたと思います今回もよく笑ってよく泣くという素直な感情を見てもらえたと思います一緒に戦っていただけてありがとうございました最後に辛い状況になった時の切り替えの速さ 集中力の持っていき方は尊敬しかないです。早くみんなに会いたいです。早く帰ってきてください。みんなお疲れ様。本橋